タイスの壁当てチャレンジ、絶対ツータッチをやってるみたいだけど、ひたすら右足インステップでコントロールして、まあ、インかインステップで蹴ってる。やっぱりももとかね、そして左足もね、こいつ右利きなのか左利きなのかなって思わせるぐらい両方バランスよく使ってほしい。メッシだって右足でシュート決めるし、クリスチャン・ロナウドだって左足でシュート決めるし、でこれまだできてないって言ってたけど、ノーバウンド、壁からの跳ね返りを地面に落とさずノーバウンド30回、それ全部できたらハワイ旅行だねみたいなと言って、まあなんかクリアしそうで怖いんだけど、ただ右足しか使ってないからこれ、まあちょっと怖い話になっちゃうけど、右半身しか出国できないですね。ハワイに行けるのは右半身だけで、左半身はアウトに残ったままかな。怖い話だから言わないようにしよう。力を抜いて余裕を持ちながら右アウトとかね、左アウトとか、俺のあの怪しい動画を見てもらったら分かると思うけど、まあいろんなところを使って余裕ぶってやってる。